お久しぶりです長いことサボってました。ごめんなさい。なんかね、心配してね、DM とかコメントもらっててありがとうございます。本当ね、長いことサボってました。ごめんなさい。今日はね、この夏に食べてほしいね、さっぱり美味しいネギ塩、なんだったレモンそうめんね、それとね、今日はね、フルテロップ、わからんけど、レシピとかさ、そういう系はさ、もうテロップも入れてるし、私喋るね、近況報告というかさ、サボってた理由とかね、ちょっと喋っちゃうね。6月11日からさ、なんて言って今私、6月11日ね、6月の11日からトトがさ、有給消化に入って、今日までがね、有給消化だったの。ほんでさ、お弁当はね、一応作ってたのよ。なんでかって言ったらさ、息子がどうせお弁当を持っていくから、ね、一人分作るんだったらもうみんなの分作ってしまえと思って作ってたの。なんだけどさ、夏休みに入って息子もお弁当がいらなくなったでしょう。だからね、私もね、自堕落な生活してました。もうね、息子のお弁当がいらないんだったら、まあ別にね、作る必要もないかと思ってね、お弁当はね、お休みしてたの。そしてね、しゃべくり料理もよし通ろうと思うんだけど、なかなかタイミングをつかめずに、こんなにね、2週間ぐらい休んだんじゃない、多分。そう、休んでたの。ほんでね、もうね、勘のいい人ならね、お察しだと思うんだけどさ、今年の3月ぐらいにトトが仕事を辞めようかなっていう話をしたじゃない。そしたらね、もうお察しだと皆さん思います。有給消化が今日までね、だったんだけど、明日から私たち無職。どうしましょう。もう、笑い事じゃないけどね、笑わないとやってられねえよって感じ。そうなの。やっぱね、もうやっぱ、ね、長年のあれがいろいろ積み重なってね、退職したのよね。ほんでもほら、6月の11日からはもう有給消化中でさ、1ヶ月半以上ね、休みがあったんだけどね。でもさ、子供たちまだ中学生と高校生。トトは56、私は53、10月で54になるんだけど。どうしましょう、本当に。退職金もさ、満額いただけなかったけどね。っていうか、まあ今日まで在籍だからさ、まだなんだけどって、もう、そげな詳しかことまで話さんでいいんだけどな。そう、だからね、しばらくまだお弁当作りはね、しなくていいかな。トトがさ、次の職場に行くまで、お弁当作りはお休みするのか、それともそれより先に息子のお弁当作りが始まるのかね、わかんないけどさ、ちょっとね、お弁当作りはね、お休み中です。っていうかさ、4人家族無職。どうしよう。もうね、私のケチにさ、ただでさえケチな私なんだけど、このケチケチ香りに拍車がかかると思う。で、私もさ、みんなが休みだからさ、だらけてしまってね、もう動画も撮らんじさ、もう晩ご飯もさ、ちゃーって作ったりしとったのよね。まあでもね、やっぱこうやってさ、動画を撮ってみて、改めて気づいたことなんだけど、私動画を撮るのって嫌いじゃないんだなって思った。やっぱね、楽しかった。もう今日はほんと簡単なものだけどさ、これね、夏バテで食欲がないわーっていう人もいるでしょう。これならね、さっぱりして美味しくて食べやすいから、ぜひ作って食べてみて、そうめんさえ湯がけばいいだけだからさ。
これをね今日は紹介しました。ねえ、もうどうしましょう。だけどなんかさ、なんとかなるさ、精神で乗り越えましょうと思ってる。でしばらくねお弁当動画お休みだけど、またちょいちょいまた上げていけたらいいなと思う。でね、これ材料と分量ね、また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。じゃあね、バイバーイ。